続いては特集です。今週は今年10月にフランス・パリで個展を開催する福井市の大安禅寺住職高橋裕芳さんを紹介します。個展に向けた高橋さんの作品制作の様子を取材しました。福井市田野谷町にある禅宗寺院大安禅寺。大安禅寺の住職高橋裕芳さんはおよそ30年前から修行の一環として禅の世界を表現した水墨画や書を描き続けています。絵画や書の技術を独学で身につけた高橋さんの作品は、のびのびとした独創的な筆使いに定評があり、これまで県内外で個展を開いてきました。そんな高橋さんの海外初個展となるのが、今年10月4日から13日までフランスのパリにあるギャラリーメタノイアで開催される大安和尚の禅アート展。個展開催のきっかけは、大安禅寺の元職員が芸術家を志してフランスへ渡り、平成19年にメタノイアで個展を開いた際、ギャラリーのオーナーに高橋さんの作品を紹介したことです。それ以降、作品に魅了されたオーナーから何度も個展開催の誘いを受け続けてきた高橋さんは、昨年10月にフランスへ渡って現地を下見し、開催を決めました。で、フランスっていうところが芸術そのものよりも人間って言いますか、芸術家がそこで非常にこうなんかこう絵を描いたり、その作品を作るのに適していると言いますかね、非常に個を大事にするそういう街、一人のこの個性っていうんですか、そういうものを非常にアピールできるそういう街だなっていうことはもう直感しましたね。個展のテーマは、一期一会、命をつなぐは絆です。高橋さんは住職としての業務の傍ら、ほぼ毎日寺院内のアトリエで作品制作を行ってきました。つるつる滑るナマズをひょうたんで捕まえようとする矛盾を描き、無理難題をあるがままに受け入れようと説く表念図や、大安禅寺の境内にある花菖蒲園の花菖蒲の絵など、およそ50点を出品する予定です。ナマズを取ろうとする、ひょうたんでナマズを取ろうとするその矛盾、それをそのまま受け入れながらそこに辛抱していく図、そのひょうたんとナマズの図とかね、たくさんありますけれども、まあ、三角とか丸とか四角とかそういうような作品もあるんですけれども、何かその矛盾でだけどもその中でみんなが辛抱強く生きていくという、そういう作品をたくさん書いてあります。個展開催を決めた後、日々作品制作に取り組んできた高橋さんに、今年3月、転機が訪れました。3月11日に発生した東日本大震災です。個展に向けての構想を練っていた高橋さんは、地震によって起こった東北地方沿岸の甚大な津波被害を受け、津波という絵を制作。犠牲者を悼む気持ち、そして世の中は常に変化し続けるため、いつ何が起こってもおかしくないという仏教の無常観を絵に込め、津波を個展のメイン作品とすることにしました。高橋さんは作品を通して、何事にも耐え忍ぶ日本という国の国民性も知ってもらいたいと話します。今回も大変なことが起きてるんですけども、その中で、みんながこう力を合わせている、そういうものがですね、その作品の中からこの日本のこの大和魂っていうんですかね、日本の根本に持っている、これはもうブッディズムでもあるんですね、仏教の根本でもあるんですけど、そういったものが作品の中から無言のうちにみんなに訴えられたらいいなと私はそう思うんですけどね。気に入った作品が出来上がるまで何度も繰り返し制作に励む高橋さん。完成した作品は
9月初旬にパリへ送る予定ですが、高橋さんは発送直前まで制作に励み、より良い作品を一つでも多く生み出したいと話しています。高橋さんはパリでの個展はもとより、現地の人々を対象とする座禅などの直接指導、また個展会場の近くにあるポンピドゥ広場での書のパフォーマンスなど多彩な催しも計画しています。さまざまな催しを通して禅の世界をフランスへ伝え、また日本の魅力も知ってもらいたい、そんな思いを胸に、高橋さんの世界への挑戦が間もなく幕を開けます。